2022年4月1日から成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。18歳になれば大人の仲間入りをすることになります。選挙権についてはすでに2016年から18歳に引き下げられ、高校生であっても18歳以上であれば選挙で投票できるようになりました。しかし次世代を担う若者の投票率は他の世代に比べて低い状態が続き、若者が政治や選挙に対する関心を高めることは社会の大きな課題となっています。大津市議会では若者の議会への関心と投票率向上の仕組み作りを目的とした政策検討会議を設置し、委員間での協議や高校生との意見交換会を行い議論を進めた結果、一つの方向性を見出しました。それが初めて選挙権を持つことになる高校生をはじめとした若者たちに向けて選挙や市議会への関心を高めてもらうための啓発動画を制作することです。今回の光る大津は若者の議会への関心と投票率向上の仕組み作りでの議論の模様と議論を経て完成した動画を公開します。2021年12月、大津商業高校に通う14名の高校生たちが大津市役所に来てくれました。選挙や議会への関心を高めるための動画制作にあたり、どのような動画を作れば若者たちに関心を持ってもらえるのか、またどのような動画なら見たくなるのか、現役の高校生に意見を聞かせていただくためです。大津市議会からは政策検討会議のメンバー7名が参加し、高校生たちとの意見交換会という形でざっくばらんな生の声を聞くスタイルで行われました。この政策検討会議の座長を務めさせていただきます川村と言います。どういう、ね、動画やったらこれ高校生見てみようかなって思う服やろうか。正直自分はなんか政治とかそういう関係の動画やと思って見る、自分から見ることはあんまりないです。そうやんな、まあ、有権者になったからってやっぱりなんかこれからなんか日本を背負っていくっていう自覚がないから、やっぱり興味を持って見れば、はいはい、まずやっぱ動画見るかっていうのはその、まあ、再生される前に、はい、サムネイルの、はい、そこら辺でやっぱ決めることが多いんで、やっぱりね、やっぱそういうのあった方がやっぱ見てみようかなっていう気持ちにはなるのかなって思う。長すぎたらやっぱり最後まで見るとかしない人が多いと思うので、短く分かりやすく、うん、なんかドラマっぽくやったらドラマどうなんやろうみたいな、ありだよな、ありだよな。アニメーションで、はい、主人公とかをなんか高校生とかにして、はい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 、自分たちと同じ目線で見れるようなアニメにしたら、はい、見てくれるんじゃないかなと思います。堅苦しくない方が見やすいのかなみたいな。まあ、難しいんでやっぱ面白く僕はお笑いとかの方がいいな。自分の一票は意味があるのかなって考えてる人が多いから選挙に行く人が少なくなってしまうと思うんで、 PR する動画でも高校生などを使って PR した方が若い世代には印象に残るんじゃないかなと思いました。一票入れることによって市がどのように変わっていくとか、投票することによってどのような街づくりができるかっていうのを知っていきたい。一人で私に行きにくいなみたいな感じなイメージがあるんで、やっぱり一人でも出しに行きやすい環境なんだよみたいなことを言うことによって若い人たちも出しに行きやすくなるのかなっていうイメージあります。時間はどれぐらい？あ、そうそうそう、1分から5分最高でも5分です。今まで議員さんと関わるっていうかお話をする機会が、まあ、なくて、
まあ、政治ともあまり考えずに難しいと感じてたんですけど、やっぱ今日お話しさせていただいて、すごくなんか身近っていうか親しみを持ってましたし、こういう機会っていうのが他の高校生にもあればまあいいなと思います。ニュースや新聞っていうのはやっぱ最近の子供たち見ないと思うんで、 YouTube でドラマ仕立てにしたり、アニメとかお笑いとかそういう要素を取り入れて、まず興味を持ってもらうっていう、でそこから内容を知ってもらうっていう意見がまあ多かったと思います。やっぱり若い方の投票数が少ないとお聞きしたんで、やっぱり長い動画っていうのはあまり見ないので、短い動画で最初の入りが選挙だけじゃなくて他のところから入って若い方の目を引くっていう点が多かったです。なるほど。高校生の方皆さんこうやって来ていただいて、私たちのその活動にご協力いただいたということに本当に感謝したいと思います。まあ今日なかなかね難しいテーマやったと思います。まあそれでも本当にいい意見いただきましたし、これを元にですね動画作成にかかっていくわけですけども、まあ素晴らしい、まあ、動画ができると確信しております。高校生たちとの意見交換会の後、大津商業高校の社会科の先生方にも協力していただき、実際の授業で使うとしたらどのような動画であればよいか、また高校生たちにどのような動画を見てもらいたいかなどについても意見を伺いました。本当に生徒たちに身近に選挙とか政治を感じてもらおうと思うと、できるだけ授業もそうですし動画とかも砕けた内容の方がきっといいんだろうなとは思うんですけれども、授業とか学校の教育活動として見せるっていう風になると、できるだけその真意が正しく伝わるものでないと難しいなと思うし、一方でできるだけこう生徒に寄り添ったといいますか、生徒の立場に合わせた目線で作っていただいた方が効果はあると思うので。そうですよね。多分生徒たちがねもしこう見るとなったら、ちょっとねインパクトがある方が多分見るとは思うので、動画でないと伝わらへんこと、動画でないとあかんことって若者が若者に喋ることちゃうかな。そこにやっぱりそれストーリーというか、そうその最初のつかみがあって、はい、その後ストーリーでずっとそれ見たら、こちらに言いたいことが伝わるような。さまざまな意見を集約し、政策検討会議での議論を重ねた結果、高校生たちが出演するショートドラマを制作することが決定しました。しかもそのドラマには会議で意見を出してくれた大津商業高校の現役生徒が出演してくれることになったのです。もちろん生徒たちはドラマに出演するなんて初めて、演技をするのも初めて、でもやるんだったらいいものを作りたいという熱い思いを持って撮影に臨んでくれました。それではその完成したショートドラマをご覧ください。え、そうなん？マジか。なになに、どうしたん、どうしたん？私な、選挙行ってきてん。選挙？この前やったやん、市議会議員の選挙よ。あー、やってたな。でも俺、選挙に行けるとか知らんかったで。私は18歳になってるしな。あ、そっか。俺らは誕生日まだ来てへんもんな。で、どうやったん？投票初めて行ってみて。やっぱちょっと緊張したかな。結局親と予定合わへんくて、私一人で行ってんか。おお、一人で行ったんか。投票ってさ、なんか怖そうなイメージあんねんけど。そこはな、全然大丈夫やった。係の人の案内に従うだけやったし、全部で5分もかからんかった。そうなん？それより私の一票も親とか先生の一票と同じなんやって考えたら、投票の時ちょっと手震えたっていうか、私も社会に参加したんやっていう気持ちになったかな。マジか。うわー、俺も行ってみたいわ。ちょっと待って、投票ってさ何のために行くん？俺あんま興味ないねんけど。投票はな、18歳になった市民の権利やね。
でもさ、俺が投票したからってなんか変わるんかな。正直俺らにはあんまり関係ないと思うんやけど。それがな、そうでもないんよ。ほら、陸上部とかがたまに使ってる王子山陸上競技場のグラウンドあるやん。あれ最近めっちゃ綺麗になったやんか。ああ、なったなった。あれって市長さんが議会に提案しはって、議員さんが議会で話し合ってそうしようって決めたから綺麗になったんやって。え、そうなん？そうなんやって。私も知らんかったけどな。他にもさ、ほら教室にエアコンついてるやん。でもあれ私らが小学校の時、最初教室にエアコンついてへんくて、で夏めっちゃ暑かったやん。そうやったそうやった、ほんまエアコンつくまでは授業も上の空やったわ。いやいや、それはエアコンの問題とちゃうんちゃうか。あれ、そうやったっけ。まあそれはともかく、小学校の途中から教室にエアコンついたやん。あれも一緒やねんて。マジで？それってさ、もし反対する議員さんの方が多かったらエアコンつかへんかったってこと？そうやな。ほなさ、俺らがしてほしいことをやってくれる人に投票せなあかんってことか？そういうことになるよね。でもさ、それが誰なんかってどうやったらわかるん？例えばインターネットで議会の様子を見ることもできるし、他にも家に議会だよりって入ってるやんか。あれ見てこの人なんかやってくれそうって人チェックするとかさ。そんなん読むんか、気進まへんな。何言ってんの。恋愛と一緒で、まずは相手のことを知ることがスタートやと思うで。そうそう、相手を知ることは大事やで。とにかくちょっとずつでも知ってって、18歳になって選挙があったら絶対に投票行った方がいいと思う。そうそう、投票した方がええで。いやいやいや、自分はまだ投票行ってへんやん。そうやった。私らみたいな若い世代が投票せへんかったら、若い人の意見を反映してもらえへんってことになるし、若い人も絶対に投票行くべきだと私は思います。そやな、投票に行くのって10代の俺らにとっても大事なことなんやな。俺も18歳になったら投票行かなあかんな。僕は絶対に投票に行きます。あれ、自分は宣言しひん。いや、俺は恥ずかしがんなや。恥ずかしがって。じゃあ今度3人で行こうよ。じゃあ行くか。よし、決定な、次絶対な。行こう行こう。じゃあ行こうか。はい、待ち、OK、分かりました、ありがとうございました。はい、じゃあ以上でございます。思ったより本格的だったんで、なんかもう女優みたいになった気分になりました。高校生が演じてるっていう部分では共感も多いかなって思います。なかなかこういう機会をいただくのはないので、すごく楽しかったです。少し面白みのあるものになってると思いますし、興味を持ってくれるのではないかと思います。こういう動画を撮るっていう現場を見るのも初めてでしたし、まあ、すごく新鮮な感じでした。ちょっと撮る前緊張してたんですけど、まあ、撮ってみたら皆さんちょっと盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。一回やっぱ行ってみてほしいですし、まあ、18歳が投票率多くてその後がまあ下がってるって聞いたんですけど、まあ、僕はこの機会を機に、まあ、次も行ってみたいなと思ってます。この動画は YouTube でも見ることができますよ。一人でも多くの方に見ていただき、投票に行ってみようと思っていただければ幸いです。